番組源氏物語続きな源氏。前回までのあらすじ。鴨の祭りで葵の上に大勢の人の前で恥をかかされた六条の御息所は生き霊となって葵の上の命を奪ってしまいます。隙間源氏第9回その3、葵の巻の続きです。さは去りながら去りながら、葵の上が突然亡くなって源氏の君は悲しみに暮れます。紫の上に会うこともなく、ずっと左大臣の屋敷で葵の上の供養をするのでした。六条の御息所からは弔問の文が届きます。普段より丁寧に書かれたその文字は素晴らしいものでしたが、白々しいと嫌な気持ちにもなります。どうか恨みは忘れてくださいと返事を返すと、六条の御息所はやっぱり知っておられたのかと辛く思うのでした。左大臣の屋敷でずっと仏様に祈っている源氏の君を慰めようと、遠野中将はいつも楽しい話や噂話、真面目な話や恋の話をするのでした。話しながら遠野中将は、気の合わない妻を押し付けられたのだと気の毒に思っていたが、本当は大切に思っておられたんだなぁとしみじみ残念に思うのでした。葵の上の女房たちは主を失って心細そうでしたが、源氏の君はみんなに長く仕えてくれるように頼み、片見分けなどもしてあげました。そういうことをしながらも、ここに来ることはそんなになくなるだろうなぁと思っているのでした。院に挨拶に行くと、ずいぶん痩せたねと声をかけてくださり、食事を用意してあれこれと世話をしてくださります。夜が更けてから源氏の君は久しぶりに自分の屋敷に帰ります。女房たちも男たちも待っていた様子です。源氏の君は着替えを済ませて紫の上の部屋に向かいました。久しく見ないうちにずいぶん大人っぽくなりましたねと声をかけると、紫の上は恥ずかしそうにそっぽを向いて笑っています。その横顔を見て、心からお慕いしているあの方にそっくりだと源氏の君はとても喜んでいます。しばらく会わなかった間のことを話して、その日は自分の部屋に戻って眠るのでした。源氏の君はどの女性の屋敷へも行くのが億劫で出かけようとしなくなりました。紫の上は申し分なく成長していて、源氏の君はそろそろ自分の相手にいい頃だなと思っています。それとなくそんな話をしてみますが、紫の上は全く何のことか分かっていません。我慢しきれなくなった源氏の君はどうなったのでしょう。紫の上がなかなか起きてこない朝がありました。少し生々しいので省略します。気になる方は調べて読んでみてくださいね。ちょうど10月最初の亥の子餅を食べる行事がありました。源氏の君は従者のこれ光を呼んで、この餅を少しだけ明日の暮れまでに用意してくれと少し微笑みながら申し付けます。これ光は勘がいいのですぐに意味が分かりました。源氏の君と紫の上がお休みになっている部屋から、この餅の入っていた小さな美しい箱が下げられた時、紫の上の乳母の小納言はありがたく思って涙するのでした。源氏の君は宮中に行くのも院のところに行くのも少しの時間でも落ち着かず、紫の上の面影が浮かんでくるので心が変になったと自分でも思うほどでした。他の女性たちから文は届くけれど、外泊すると紫の上に会えないと思うと行くのも嫌になって、適当な返事をするだけになりました。紫の上は長年信頼してきたのにと目も合わせようとしないし、源氏の君が冗談を言っても迷惑そうに塞ぎ込んでしまいます。源氏の君はそれすら可愛らしいと思うのでした。次回隙間源氏第10回は榊の巻、潮目が変わり始めます。どうする源氏の君、お楽しみに。